子供時代のデイジー・アシュファード1919年のデイジー・アシュファードデイジー・アシュフォードはイギリスの小説家である。9歳の時に書いた小説ヤング・ビジターズが1919 19年に出版されて話題となり、この本は何度も再刊されている。無意識によるユーモアの古典と評されている。サリー州ピーター・シャムに生まれた。 父親のウィリアム・ヘンリー・ロックスブラー・アシュファードは裕福な単行主であった。家庭教師から教育を受け、マリア・ベロニカ・ベラ、アンジェラ・メアリー・アンジーの妹たちと過ごした。4歳の時に物語を作り、父親が筆記した。9歳の時に、ヤング・ビジターズが書かれた。10代後半で小説を書くのをやめたが、ヤング・ビジターズが書かれてから29年後。 秘書として働いていたアシュフォードは亡くなった母親の元に残されていたノートを見つけて面白がって友人に見せると小説家のフランクス・イナトンが読むことになりピーターパンの作者ジェームス・マシュー・バリーの序文をつけて刊行されてベストセラーになった9歳の子供の書いたままに印刷され綴りの間違いなどのおかしさも喜ばれた1920年に 他の原稿を探し出し、妹のアンジェラが8歳の時に書いた小説とともに、デイジー・アシュフォード彼女の本を刊行した。カッポする、掃跡、マルヤ・最一著講談社、あの有名な名前のない猫の章。ありがとうございます。